皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。パリパラリンピックは5日、卓球女子シングルス、知的障害の準決勝が行われ、和田夏希21、内田洋子、ワエブルアチェル、トルコ、オフルゲームの末に破って決勝に進出。銀メダル以上を確定させた、世界ランキング4位の和田は、世界1位のアチェルに対し、先行を許したが粘り強く戦い、9-11、11 11対 7, 7で接戦を制した和田は大阪府松原市出身中学3年生からダイエットのために卓球を始めたメキメキと力をつけ昨年の広州アジアパラ大会で優勝今年後6月に開かれた新北市オープン台湾でも準優勝と躍進していた 同じく準決勝に進んでいた世界2位の古川かなみ27、エンコミュニケーションズ、和道9位のエレナ・プロコフェは NPA22 対3で逆転負け。3位決定戦はなく、銅メダルとなった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。